はい、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 今から甲子園とか無理だとか、ね、この決勝とか無理だとか、粘り強い試合はできないとか、そんなこと甲子園は言うかもしれないけど、やればできる。自分の可能性を信じて、みんなの可能性を信じて、これからも同じ人生で頑張っていく。舗装された道じゃない、きっとこの涙は今溢れ出す、駆け抜けた日々も笑顔も汗も血も道しるべになる。みんながここまで本当に、やってきたことっていうのはね、俺はね、ここね、素晴らしいことだと思うよ、みんなが今までできなかったことや、あと、なんていうかな、人が勝手に決めつけて今から甲子園とか無理だとか、ね、夏の決勝とか無理だとか、粘り強い試合はできないとか、そんなこと甲子園は言うかもしれないけど、やればできる。自分の可能性を信じて、ね、みんなの可能性を信じて、そしてこれからも人生で頑張っていく。それはそのことが大事だと思う。みんなはそのことをやっぱり野球というものを通して、いろんな人たちに教えてくれたし、俺もみんなから学んだし、ね、そのことが一番大事だったんじゃない。まあ、開会式から閉会式までっていう中でね、最後まで来れたこと、まずこれが一番大事なことで、最後はもう勝負のあやだから、本当に勝負のあや、ちょっとしたところ、普段できてるんだけど、ちょっとできなかったりね、だけどそれは仕方がないから、それが野球なんだ、何でもかんでもそうはうまくはいかない、だからそのことをまた学んで、また次に生かしていくと思って、悔しいけど、今日よりもね、明日が悔しいし、実業が甲子園で野球やってるのを見るともっと悔しくなるかもしれないけど、だけどそれもな、勉強だからな、だからそれをしっかりと分かってやっていくしかないんだでしょ、ね、まあ、だけどいい試合だったよ、いい試合だった、最後まで自分たちの野球できたのにな、粘り強くいい試合だったよ、はい、決して恥じることはない。俺もね、みんなにお礼を言いたい。俺も初めてやっぱり甲子園に行かせてもらって、自分たちの教え子たちの思いをね、ずっとつなぎながら自分もやってきたね。で、その子供たちの思いもね、みんながね、貸してくれた。これはね、すごくね、嬉しかったし、ね、ありがたかった。だから今回夏の甲子園には行けなかったけど、だけどみんながやってきたこれを見て、次なるみんなの世代がね、大島高校の次なる後輩たちがこれを達成してくれる日が来る。そしたらそれをみんなはまたスタンドで、テレビの前でね、職場で応援してあげればいいが、それが追い風になるよ。何でもかんでも自分たちだけ取ろうとしたってうまくいかない。な、まあ流れの悪い中でよくみんなで頑張った。感心でした、感心だったと思うよ、本当に。だからまあ、涙は出るかもしれないし、ね、あの時こうだったらとかいろいろ思うかもしれないけど、だけどそれは全て終わったこと。その反省を生かして、次の一歩に、ね、今日からのこの一歩にみんなで頑張っていこうな、うん。大事なのはそこだ。だから、最後の最後まで片付けて、そしてスタンドの清掃して、ね、ちゃんときちんと出てグラウンドの清掃やって、大島高校最後まで負けたけどしっかりとやったなって言ってもらえるようにしたいな。ご対応の際は、よし、お前たちも一生懸命応援してて、みんなの姿が力になる。なお、そのことを信じてみんなで生きていくな。ご期待に、ご協力をお願いいたします。みんなのね、本当にね、みんなのプレッシャーのね、いろんな中でね、本当にみんな頑張ったと思うよ。それはね、人としての力になるから、人としての力になるから、また、俺が言うから間違いないからな。みんなで頑張っていきましょう。いいですか。よし、それじゃあ最後清掃までね、しっかりとね。はい、お父さん、よっしゃー、頑張るぞ。レッテーム、レッテーム、はい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 、は
神川神社に必ず来るよ。胸張って帰りなさい。これからよ。これからよ。神社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 神喜んでいいよ、これからよ。ありがとうね。やっぱり最後まで自分がエラーしてしまって、まあ、本当に今まで自分のエラーっていうのをみんなにカバーしてもらったんですけど、今回本当に自分が助けようって思ってたんですけど、最後まで絶対やれないキャプテンで、本当にチームに迷惑しかかけてなくて、すごい申し訳ないっていう気持ち、やっぱ自分は後悔しかないです。試合に負けて悔しいっていう気持ちはあるんですけど、最後までみんなとやれたので悔いはないです。じゃあ、まあ、今大会含めて応援ありがとうございました。結果としては、まあ、負けてしまったんですけど、まあ、春夏連続の甲子園は叶わなかったんですけど、やっぱ最後までみんながついてきてくれて、最終回もやっぱ自分たちの粘りの野球ができて、まあ、すごい良かったんですけど、やっぱ最後勝てなくて、やっぱここまで3年間やってきた、まあ、本当に3年生含めて1、2年生も本当に、まあ、ありがとうって言いたいんで、また自分たちはもう高校野球はないんですけど、1、2年生が自分たちのこの悔しい思いっていうのを、まあ、来年借りを返しに来てくれると思うんで、今後も応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。まだせ。